やっぱりさ、毎回平和とは限らないんだなって思いました。まあ肩こって大体まあわちゃわちゃするんですよ。帰省者がとか、時間がとか、こんなとこからまさか車がとかあるんですよ。でもそんなのまあやってりゃあるんで、でまあ起きるべくして起きることではあるんで、でまあ大体みんな慣れてるんで、突破されたぐらいだったら、わあ気をつけろよみたいな、危ねえとかってなるんですけど、いやなんか全く想定外の方向からボガーンって意味わかんないこと起きるとボガーンってなりますよね。起きたんですよ。まずね、なんかこう朝の時点でちょっと怪しかったんだよな。片子同じ場所でずーっとやってて、1、2、3、5日目ぐらいか、今日5日目か6日目で、今日もまあ同じ場所で3日連続でまあできる人々とやってて、まあもう安心で、立ち位置も変わらなかったから安心でやってたんですよ。でやってて、まあスタートして1時間ぐらいかな、1時間ちょっと過ぎたかぐらいになって、急に詰まって動かなくなったんですよ。動かなくなったっていうか、こう交互に進めてたのが片方が動かなくなっちゃって、詰まり出しちゃったんですよ、ずーっと。で、おいおい、なんだよ、めんどくせえな、つって、俺が、トロトロ歩きながら、こう歩いてる間に進めばいいな、とか思いながら、その詰まってる方向に向かって歩いてたんですよ。そしたらね、しょっちゅう見てるね、すっごいでかいやつがあるんですよ。そのすっごいでかいやつが、信号の一番前で止まってたんですよ。げーって思って。そしたら運転手の人がガチャって出てきて、ダメだ動かないって言って、はぁ、聞きたくねーって思って、聞きたくねー、このサイズの車の運転手さんのダメだ動かねー聞きたくねーって思ったんですけど、もうそうなっちまったままもうしょうがない、もう完全に動かないみたいで終わったって思って、でその後ろもでっかいフカランプが止まってまして、フカダンプが止まってて、で流れると思ったもんだから結構詰めてて、もう動かないんですよ。で信号は普通に止めてないから、赤だの青だのなってんのに、その後ろの人たちは流れることができないってなって、でまあそのでかいのが止まってます、もう動きませんの、すぐ後ろのそのフカダンプの運転手さんと喋って、動かないのってなって、動かないですって、今ちょっと下げるんで待っててくださいっつって、その後ろに4台ぐらい止まってたから、まだマシな方で、で後ろの2台に声かけて、ちょっと動かなくなっちゃったんで少しバックしてくださいって言って、2台バックして、でその2台目の負荷ダンプも下がって、よしこっからだわだるいのって思って、で信号が青のタイミングでその負荷ダンプのから流してって、でもうすぐそこではもう片子をやってるんで、もう流れがもうわけわかんなくなってるんですよ。だからもうとりあえずそこにあったやつを一旦流して、青でバーって流して、で僕が信号の方に行って、その信号に合わせてその止めだの流せだのしてて、でもこれラチ開かねえなと思って、しかも結局その一番前に止まってるどでかいやつの真後ろにピタッと止まられると流せなくなるんで、もう行って戻って隙間開けて止めさせて赤で青でってやってたんですけど、 T 字路で2方向からバーってくるんで、もう詰まるしかなくて、でもうこれ無理だなって思って、無線で枝が2箇所あったんで、
無線で、ああもう枝どっちかどっちでもいいからもう一人こっち来てっつって、で枝どうすんのってなって、ああもう一人でやってってなって、で一人呼びました、一人来ましたってなって、ちょっと肩こうっつってこっち側でやってっつって、ここ隙間開けて止めて一回ここでやってっつって、俺バーって行って、もうその間も溜まったりして、で肩こうの流れでも溜まってて、むちゃくちゃだって思って、で肩こうとは別に一人が、あなたです、一人がバーって奥の方に違うやつで立ってて、僕がそこまでバーって走ってって、ちょっと来て、ちょっと来て、ちょっと来てっつって呼んで、ちょっといいかい、いいかい、ちょっといいかい、いいかいっつって呼んで、これはちょっと会社の人じゃないと分かんない、いいかい、いいかい、いいかいっつって呼んで、何ってなって、ちょっとあのやばいんで来てくださいっつって、あれこっちはっつって、あー知らない、いいいいです、いいです、ここいいです、とりあえず走って走って、もうあっちあっちっつって連れてって、で T 字路でとりあえず信号のところ2人立たして、で呼びに行った時にちょうど元木が車で出て行こうとしたんで、はいストップストップって止めて、やばいからっつって、でかいやつ止まって動かなくなったから、ちょっと U ターン U ターンっつって、あっち行ってあっち行ってっつってみんな呼んで、でその連れてきた人とこう肩こうをその T 字路でもやるんですけど、あの無線の番号を変えてってこう最初にやってた肩こうの人に言われて、あ無線丸さん丸さんっつって番号を変えさせたんですけど、俺があまりにもパニックったから俺丸1にしてて、あーもう全然繋がんねえっつってなって、そりゃそうだよ俺丸3って言っておきながら丸1にしてんだもんと。でもほんとそれぐらい、うわどうしようってなって、もうめっちゃ走って疲れたし、ああもうめちゃくちゃだって思って、でそうしてるうちにそのでっかいやつにあの修理の人が来てこうガチャガチャやってたんですけど、あーもうわからんわからん、早くどっか行ってくれって思って、だからもう T 字路で強制的な無理やりもう突っ込んだ肩こうやりつつ、奥では普通に肩こうやって、いやこれなんじゃこれやって思って、最悪だぞこれって思って、で、まあ、やってで元受けとかも来てなんかもうごちゃごちゃやって、ああ帰りて、でも落ち着いてとりあえず人数はいるからなんとか回してなんとかなりましたってなって、でまあ普通にもうそのどでかいのも修理のやつも行ってこうやって流れてて、なんだこれもうふざけんなやつ、別料金取りてえなって。有料ですよ、あんな。別料金で、あんなのは。仕事としてよ、あんな。最悪だよ、と思って。で、いいや、もう肩こみ戻ろう、休憩回さないと、昼回さねえと、つって。だほら、休憩休憩、つって。昼昼、つって。もう1時間、つって。もう1時間ずつ回そう、つって。で、交代、1人目と交代したら、道路汚いんですよ。なんじゃこれや、もう今度道路汚ねえぞ、これどうなってんだと思って。そしたら元気がそのなんかもう疲れた表情で来て、今日は何なんすかね、次から次へとっつって、なんかあったんすかっつったら、なんかダンプが石と泥と土を落としまくってるんですよっつって、うちじゃないっすよねっつって、うちじゃないんですけどっつって、みんなで今度掃き掃除、道路石ころとかで車来たピッピーみたいな、むちゃくちゃだよ、でもってもう今日やめたらいいんじゃねえの、もう現場つって、それ掃き掃除しての片付けてので、もう予定より全てが、もう俺の全ての予定が30分くらい、ああ30分ずれる全部、ああやだ気持ち悪い、あのこのずれが最悪に気持ち悪いつって、俺の昼も30分ずれる、あーもうクソクソ、あのでかい車クソと、でもまあしょうがない、でも多分、いやもうポジティブに考えようと思って、きっとこれはマシだったんだと思って、これがポンコツ3人でも来てみって、 5,6 人死んだぞと思って、このメンツでくぐり抜けた奇跡だ、そう思うしかない、しょうがねえ、こんな日もある、むしろちょっと若干自分たち気緩んでたとこあるんじゃないって、もう
振り返るべきだ、うん、これはちょっと3日も続けてやってたから頭ぼんやりじゃないっていう、ぼんやりしてたんですよきっと。だからね、目が覚めました俺は。そこでパンパン目が覚めた、目が覚めた。その後は何もなかったんですけど、ものすごく疲れましたね。無駄に走ったし、無駄に脳みそ使ったし。あ、脳みそ使わないからこの仕事してんの、バカかよと思って。ただまあ事故もなくね、皆さんプロでよかったっすね本当に。だからその車が何回も通るんですけど、信号の前で止まった時、また動かなくなんじゃねえだろうなって思いながら見てました。終わりー。いいかい、いいかい、いいかい。